ください。続いては共通男子 1500m の決勝のスタートです。選手はスタートの後紹介いたします。スタートしました。共通男子 1500m 決勝、こちらナンバー1番より鈴木くん宮本、2番山城くん鈴木雄大くん宮本、2番山城高之くんネギ打ち、3番森山亮太くん伏せ、4番熊雄太くん栗本、5番山口智則くん調子第二、6番染谷雄大くん大高の森、7番加藤雄斗くん白山、8番高田晴れくん小金、9番寺田大くん逆祭、10番藤田博人くん湖北、11番篠原優くん鬼川、12番石原雅人くん船橋、13番内田大輝くん時は松、14番小峰壮太くん西原、15番大沼春人くん中原、以上15名。全国大会の標準記録は4分8秒50、先頭を引っ張っているのは海側の篠原くん。さあ入りの 400m どのぐらいで通過するでしょうか。全国を狙うには64秒あたりでは通過しておきたいところ。400m の通過は1分05秒、65秒。さあ肝心な2周目どうでしょうか。先頭は海側の篠原くん。さあ男子走り高跳びは 1m91、 これに挑戦しているのは幕張西のめぐみくん、習志野第6の小林くんの2名。さあ2人とも 1m91、 2回目はクリアとはなりませんでした。3回目の試技に期待しましょう。さあレース先頭は海側の篠原くん、それを追って調子第2の山口くん、そしてその後ろ時は松の内田くんと続いています。女子の走り幅跳びは最終跳躍、続いての跳躍は明殿の春日さん、ここまで6番手の選手です。 800m の通過は 800m は2分12秒、この1周は67秒。さあまずまずのペースで来ていますので 1000m の通過が2分42、3秒でいくでしょうか。さあ全国狙うためには2分45秒は切って 1000m を通過しておきたいところです。さあそれぞれ関東を狙う3番、そして全国を狙うための4分8秒50、いろんな思惑の中、さあここで前に出てきたのは時山松の内田くん。まもなく 1000m の通過、 1000m の通過は2分47秒。さあ全国大会表示を切るためにはこの辺りから上げていきたいところ。さあしかしこの向かい風、ホームストレート厳しい中ですので選手はいろんな作戦があることでしょう。まもなく残り 400m の鐘が鳴りました。さあ3分6秒、さあ全国大会に出るためにはラスト1周62秒というのは結構難しいかと思いますが、さあどうでしょうか。順位争い、激しい順位争いが繰り広げられております。先頭集団は8名、 1200m の通過、1200m の通過は3分23秒、この1周は1分10秒。さあここで先頭に出てきたのは調子第2の山口くん、それを追う海側の篠原くん。さあ残り 200m を3分38秒。さあもうこうなると勝負は順位争いか。さあ3番手に上がってきた黄色いユニフォームは白山の加藤くん。さあ加藤くんがここで猛スパート、しかしそれを許さない山口くん。さあ逃げる、3分55。さあすごいラストスパートだ、4分123456789、まあ、4分9秒台でのフィニッシュ。走り高跳び幕張西のめぐみくん、習志野第6の小林くん、 1m91 クリアとはなりませんでしたが、全国標準の 1m85 クリアして競技終了です。
さあ女子の走り幅跳びは木更津第二の大森さん、最終跳躍で4メートル76を飛んで3番に上がりました。さあ共通男子1500メートル優勝は山口くん調子第二、記録は4分9秒09と全国標準に迫る好タイムでの優勝です。おめでとうございます。さあ1年走り幅跳び村上の島田さん、最終跳躍で4メートル91、一番手に浮上しております。そして最終跳躍者東野省の林さん、現在2番手。さあ1センチ差です。